2016年1月19日、韓国聯合ニュースによると、走行中の韓国高速鉄道 KTX の車内で、乗客の男が暴れ出し、窓ガラスを叩き割る騒ぎがあった。同日午前9時ごろ、釜山発ソウル行きの KTX120 号が、ウルサン駅付近を走行中、乗客の男が、非常脱出用のハンマーで、11号車の両側の窓ガラスを叩き割った。男は、間もなく到着したウルサン駅で、釜山鉄道司法警察隊に拘束され、他の乗客は、全員、テジョン駅で、代替車両に乗り換えた。騒ぎを起こした男は、警察の調べに対し、職が得られず、ムカついてやったと話している。この報道に、韓国のネットユーザーは、次のようなコメントを寄せている。なぜ採用されないか考えてみては。他人に迷惑をかけて、自分の怒りを発散しようとするとは。最近、おかしな人間が多すぎる。こういう人が行き来しないように、ちゃんと管理してほしい。車内で火をつけたりしなくてよかった。走行中の列車の窓を割って暴れるなんて、明らかなテロ行為だ。法律が生ぬるいから、こういう人が出るのか？